こんにちは、デリッシュキッチンです。もっちりプリンケーキを作ります。ボウルに卵3個、グラニュー糖 80g、 塩1つまみを入れ混ぜ合わせます。牛乳 200cc を少しずつ加えながら混ぜましょう。生クリーム 200cc も少しずつ加えながら混ぜます。これに薄力粉 120g をふるい入れ混ぜ合わせましょう。型にクッキングシートを敷き、解凍した冷凍ミックスベリー 60g、 生地を流し入れ天板に置き、200度に予熱したオーブンで50分焼きます。竹串を刺して生地がつかなくなるまで焼きましょう。取り出したら溶かしバター 20g を熱いうちに塗り、粗熱が取れたら粉砂糖を振って完成です。濃厚なもっちりケーキ、ぜひお試しください。